皆様、朝昼見てる方はこんにちは、夜見てる方はこんばんは、服部号のポエトリーサロンでございます。10月、涼しい、過ごしやすい、時期にもなってまいります。皆様いかがお過ごしでしょうか。詩の世界の徹子の部屋をコツコツ目指します。今日は詩人のゲストで、この方をお呼びしております。生野武司さん、どうぞよろしくお願いします。どうぞ。はい、ありがとうございます。どうも今日はご出演ありがとうございます。生野武司さんはいろいろ活字で詩の詩人でもありながら朗読の舞台にも立たれることがあり、お父様がね、ツラン、ドイツの、ね、文学者でもあり、ツランの、詩の訳、翻訳もされている、生野幸吉さんの息子さんということで、今日はその生野さんがですね、の世界に触れていただきたいと思いますし、詩の宇宙、詩と宇宙ということで、とにかく生野さんの信じる詩と宇宙という世界を話していただきたいと思いますが、楽曲もね、作詞されて、それが楽曲にもなっているということで、コスモフラワーというキーワードについて、詩人を通してでも何でも思い浮かぶことを、語ってください。コスモフラワーのに込めたものとか、はい、どんなところで、はい。で、まあ、今ご紹介に預かりましたとおり、まあ、私の父が、まあドイツ文学者として、まあ、うん、で詩人としてで、リルケとか、うん、まあ、ヘルダーリンとか、パウル・ツェラとか、ドイツの代表的な、うん、ドイツ文学語源の代表的な詩人たちを、まあ、翻訳したり研究したりしてたんですけど、まあ、同時にまあこの鏡の国のアリスとか、あと赤ずきんちゃんとか、まあそういったものの翻訳もやったり、はい、それであとグリム童話の方も実は翻訳して、はい、であと宮沢賢治を非常に好きで賢治の童話についても、はい、書いたり、はい、出たんですけども、はい、でまあ、そうした環境があると私の中で割とこのファンタジーで、ね、はいはい、ファンタジー、はい、なんか原体験みたいなのがあって、うんうんうん、それでこのコスモフラワーっていうのはこの、まあ、吉岡孝吉さんの、まあ、明治とともに、ちょっと今作曲家の方ですね、はい、明治とともに、はい、はい、まあ、ありがとうございます。はい、まあ、マリンバ奏者として、はいはい、世界的な第一人者 で、まあ、作曲家の方で、それでこの吉岡さんからの依頼を受けて、うん、私が生まれて初めての合唱曲の作詞ということをして、うん、それで非常に、吉岡さんは非常に完璧主義者とか厳しい想像、うん、だからこの歌詞、うんうん、歌詞の僕のコンセプトはいいって言ってくださったんですが、うん、ここは何分の何拍子の言葉でやってくださいとか、ね、うんうん、って言われてもよくわかんないですなるほど。でそれでその、まあ、このコスモフラワー、要するに吉岡さんとの僕の最初からのあったのは、まあ、はい、SF ファンタジー的な叙事的な組曲を作る、はいはい、でまあコスモフラワー、まあ、この曲の正式な名前は混声合唱と4人の打楽器奏者のためのコスモフラワーっていう、まあタイトルですけども、うん、まあ、タイトルの通り、まあ、宇宙の花、うんうん、でそれがその、まあ宇宙の、まあどこか、まあ、宇宙の果てというか、まあ、うん、この世の果てみたいなところが、うん、無限の続くお花畑みたいなイメージ、うんうんうん、それとともにこの宇宙っていう、まだ未だに人類がその実態がよくわからない、うん、この宇宙というものが、うん、もう途方もなく想像を絶するほど巨大な花ではないか。ああ、面白いですね、うん、宇宙自体が花であるというのはコスモフラワーというところの、宇宙がだからこの、うん、コスモフラワーの歌詞の中、うん、まあ、このアニマをここだけ一瞬ちょっと言いますけど、はいはい、これがこの第一楽章、うん、でちなみにこれは全5部の、全5楽章の曲なんですけれども、うん、で 第1楽章の最後が、宇宙に
地球に咲き誇る私があなたが宇宙で地球で初めてのコスモフラワーって、うんうん、で最後のこの最終学習のフィナーレのところ、うん、花の名前はコスモフラワー、初めての花コスモフラワー、うん、旅路の果ては宇宙の果てまで、うん、たった一輪の小さな花から無限に広がるお花畑、うん、生み出す心コスモフラワー、宇宙は咲き誇るコスモフラワーって、うん、まあ、こういう、まあ、宇宙の花ですね、うん、宇宙かつ宇宙は花であるっていう、なんか自分の人間の命の中にもある命の、ね、花と宇宙と重なってくるっていうすごい神秘的で深いものが込められてますね。同時に、まあ、うん、宇宙と、まあ、本当に無限の遠い宇宙であり、うん、インナースペースというか人間の一人一人の心の中が宇宙に咲く花っていう、うんうん、でやっぱりその今お話したような感じでやっぱりこの何ていうかと銀河鉄道の夜なんか、ああ宮崎のねオマージュでもあったのもあるし、はい、それから僕のやっぱり原体験になってるあの映画だとスタンリー・キューブリックの2センチの宇宙の旅とか、うん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 、あとアンドレ・タルコスキー監督の、うんうん、惑星ソラリスとか、はい、まあ、やっぱり世代的なもやっぱりウルトラセブンですよ。ちなみにこれだけ言うとこの吉岡さんの、師匠にあたるあの、うん、作曲家の方が冬木徹さんってあの、うん、まさにウルトラセブンとか、うん、あの帰ってきてウルトラマンとかピラーマンとか、うん、ご存知だと思いますけども知ってるのもあれば知らないのもありますけど、でも、まあ、見てるのもありました。オタクなもんで、はい、ウルトラセブン大好きでした。はい、スズメ銀河あれを作った冬木徹さんが師匠、あ、そこがだけつながるんですね。ウルトラセブン生誕40周年とかいう時にも東京文化会館で吉岡さんが、うん、したことがありがとうございます。そういうわけでそういうウルトラマンもね、やっぱ背景としては宇宙とかそういう深いものにつながるテーマもあるんですね、はい、要するに宮沢賢治から、はい、あのいろいろね、ウルトラマン、それが僕の、はい、宇宙詩。ありがとうございます。その生野さんがどんな、ね、あの詩を書かれ読むのかということで朗読の方もぜひお願いします。じゃあこちらに来ていただいて、はい、よいしょ、はい、生野さんどんな、ね、詩を、ね、読まれますか。楽しみです。皆さんそれぞれの中にコスモの宇宙フロア、コスモフラワーの宇宙があるということですね。はい、じゃあ、生野さんよろしくお願いいたします。まぶたの至るところにたくさん落ちている。まぶたを拾ってはいけない。たくさんの目が本当は見たくないものを見てしまうから、たくさんのまぶたの裏側に本当の街並みがどこまでも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 
覆われた本当の街並みを大きな大きなまぶたが優しく柔らかく包んでくれるから、まぶたを拾ってはまぶたを拾ってはいけない。川はある、川は、言われの幸だ、人揃い、先言われの幸が人揃い、たわねられ、捨て送る、捨て送る、救い上げよ、確かにある、川にひしめく、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 消しつくほどの無数の川にひしめく、ひしめく、消しつくほどの無数の、こら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 、ある、確かに、川は、よす、ある、確かに、川は、ある、ある、ある、いやありがとうございました。本当に詩人の舞台を見せていただきました。何と言いますか、今月の、ね、ゲストはですね、本当に活字の詩人でもあり、何ですかね、朗読もね、の舞台の空間を感じさせていただける朗読で、本当にありがとうございます。何かね、深い詩人の眼差しを感じる、もう一つの世界とつながっている詩人の眼差しを感じますし、川もね、川が流れていくのが映像として目に見えますし、本当の深い願いを感じ、られます。本当にね、大事な話いっぱい聞きたいのがあるんですけど、もう一回出ていただけるということで、1分で、今日あれながら、はい、お知らせお願いします。実は明日からなんですが、明日からなんですが、そうですね、銀座の、柴田悦子画廊っていう、悦子画廊っていうところで毎年やっている琴絵絵琴という詩と美術の、ごめんなさい、これ10月14日だから、公開日がね、そう10月の準備するものありますか、なんか検索するとことかツイッターで10月は特にないですか、わかりました、大変失礼いたしました。はい、いえいえ、まあ、わかりません。でもね、いろいろこういう。トンチンカンで。いやいや、いいんです、いいんです。じゃあ、これ、放映時には過去形ということで、うん、こういうことがありましたね。こういう活動をしましょうということで。タイムパラドックス、はい。詩人としてね、アート的な活動も舞台も含めて、テキストの詩も書かれている、生野武さん、もう一度来ていただけるというところでね、そこでまた今度座談になりますのでね、はい、3人でいろいろ話せればと思います。まず、生野武さんの1回目の登場、どうもありがとうございました。はい、また。